聖戦ぜよ、力があれば攻撃っす。拒否られたぞ。ですよねー。距離を保って追跡し、財務省が削ったところで降伏勧告だ。手を出すと通話拒否されるから、財務省に攻撃は任せよう。オート速度合わせ起動っと。スキャン済みだから2キロくらい後方を追跡しておくぜ。ん？この対応。クソ対応。コンテナだけでも拾っておくべ。あれ？不可動だったジャンプゲートが復旧されてる？ほら、DLC の TOA だかなんだかってやつじゃね？ああ、なんか勢力追加されてたんだっけか。近くにいる VIG とかがそれかな？最近になってちらほらと遭遇するようになってきたのよね。導入済みで新規ゲーム開始だとある程度ばらけてるんだが、DLC を追加導入だと、新セクターから既存中域に拡散していくからな。バルバロッサ級ってか。ちょっと見に行ってみるべか。お邪魔しまーす。す？け。言いがかりだ。はい。いきなり犯罪に勧誘された。ボソタが言うならやめとくか。ハゲは泳ぎじゃねえんだよ。それを知ってどうすんだよ。ハゲが言うならやめとくべ。せやな。中域の偵察だけして帰ろう。中立セクターで緑林狩りをしようとしたところ、例の VIG とかいう派閥が緑林を攻撃していた。連中は美貌シンジケート。緑林がテラビの犯罪者集団だとしたら、こいつらはアルゴンの犯罪者集団だな。ハチクバとは別なん？ハチクバはもともとアルゴン政府が承認した連合組織だが、美貌は緑林のような犯罪組織の集合体だ。で、緑林と交渉中ってこと？対立関係を見たところ、中立なのはハチクバ、ことづて、テラビくらいで。アルゴン、アンティゴネ、パラミド、聖騎士団、財務省、緑林、スプリットにテランといった。ほとんどの組織と敵対しているヤバい奴らだ。ここの中域ではハチクバと緑林のステーションがあるから、緑林だけ狙われている感じかな。緑林狩りのライバル出現だな。敵対組織が多い美貌は中立中域を頻繁に利用する。警察が邪魔しないからと緑林狩りに利用していた中域も、今後は美貌との競合を警戒しなくてはならなくなるな。厄介なことだ。あ、ちなみに今は新駆逐艦で遭遇した緑林フェニックスを単艦で制圧しているところ。正しくは、モジュールをドラゴンで粉砕してから乗り換えたんだろ。まあ、ワンマンで落としたってことよ。話は戻るが、美貌はテランのように独特な資源利用をしている勢力だ。その代表がスクラップの利用。廃品回収船でスクラップを集めて利用する。これはレーザータワーバリアーで破壊した請求か。ドローンで細かくばらして回収している。美貌は建造や建設において再利用パーツを主体に構成しているため、必要資源がエネルギーセル、船体部品、クレートロニクスに限られている。つまり、美貌性の鑑定はエネルギーセルと船体部品だけで量産できると？低コストで量産できるというのが最大の強みだな。レーザータワーバリアーのように、質より利用でゴリ押すにはうってつけか。戦闘機で後ろのあれをやろうとしたら、PC が死ぬぞ。B 級も瞬殺。美貌体ゼノンに利用できんもんかな。組織としてはタイゼノンで遠征は望めないから、設計図を買って自分で利用するくらいじゃないか？船体部品だけで作れるなら、前向きに検討したいな。このジュピトリスみたいな船も欲しいし。美貌については追って検討するとして。予定外の事態だ。ゼノンの進行が各地で再開されているようだぞ。各地のレーザータワーバリアーが応戦中。ふむん、こちらを優先せんといかんか。サベッジスパーの嫌い併設型も仕事しているみたいだな。アンティゴネが工場を建設して、防衛隊が組織されたらしく。ベヒーモスを機関に戦闘機隊が常駐しているようだ。やはり、嫌いがあると爆発で防衛戦っぽくなるな。レーザーだけだと彩りが足りない。タレットなどはレーザーでピンポイントで破壊。嫌いで彩りを添える。この分の嫌いを売却してたら、4億もすぐに溜まってたんじゃねえの？スプリットのために我慢してまで4億貯めるつもりはないんだよ。ほん。おっと、下から嫌いが。お腹に向かって。カブーン。お、嫌いでエンジン破壊した。足が止まって、あとは殴り殺し。今回は家が取れたな。ちなみに、嫌いは再施設なしで、レーザータワーバリアーに一本化していく。テレポートして監視してないと起動しない嫌いは、さすがに支障があったか。
まあ、十分取れたと思うから補充しなくていいかなって。聖騎士団ゲートにも、嫌いはまだたくさん残ってるしな。阻止力優先でレーザータワーバリアーにしていこうかと。レーザータワーバリアーって指数多いから LTB ってことにしね。せやな、LTB で。サベッジスパー防衛戦、軽級を阻止。おっと。結構な数の嫌いが誘爆したぞ。これまた嫌いの欠点が。LTB にも穴が開いたかもしれん。早速 LTB 行ってみる。ああ、結構巻き込まれてるな。LTB で軽球を阻止しても、穴が開くのは問題だな。まあ、軽球を阻止できる必要軽視ってことでいいんじゃね。ほん。レーザータワーを微防性の戦闘機に置き換えられたら楽かもしれんな。PC を殺さないように注意しろよ。さて、ゼノンを各地で阻止しているわけだが、阻止に乗じてアブシット艦隊に出撃を命じた。アブシットくん。アブシット艦隊はベヒーモス4隻を主力に構成。辺境の果てのゼノンステーション攻撃を開始。反撃を受けないように、主砲射程ギリギリで攻撃。あ、護衛機の一機にはレーダーの再配置を命令。敵増援の監視任務に当たらせる。このテセウスのパイロット、エルマンクアブシットだってよ。こいつもアブシットか。援護採用でもしたのか？それは知らんが、それよりも後方でノロノロしている4番艦をマニュアルで参戦させるぞ。4番艦の飛行照準。ようそろう。敵基地で光？アンティゴネの戦闘機？マップで確認する。ドラドラ。テセウスが。何をしている？構わずレーダーを配置しろ。光線中止。一時停止解除。解除。エルマンクアブシットくん、命令を拒否。光線再開。やめるんだアブシットくん。アブシットくん。アブシットくん。お？エルマンクアブシットくん、敵を撃破してレーダー配置のため移動開始。オツマンクアブシットくんに続き、エルマンクアブシットくんか。名門アブシット家。前に、もう一人アブシットくんいなかった？後で人事課にアブシット家について問い合わせておく。じゃ、今は目の前のゼノンだな。回収ドローン発進、デッキの残骸からコンテナを回収せよ。後でやれ。自動で発進しちゃったのよ。呼び戻せ。敵対空砲の残余戦力を確認できるから、そのままで行こう。回収ドローン隊、無事帰還。対空砲で撃たれなかったってことだな。艦隊前進だ。プラズマタレットの射程まで前進。火力を上げろ。ドローン収容中。これ、砲配置がドローン誤射しそうで怖いな。戦闘中にドローンを発進させる方が異常。せやな。ドローンを眺めてるあたり、長丁場の砲撃で退屈になってるな。そうだよ。全ドローン収容。略奪。それにしても、時間がかかるな。もっと火力を集中させないと。アンティゴネのベヒーモスも参戦しているんだが、それでも厳しいか。大型艦の飛行だけでは冷却時間もあるからな。大ステーション構成の艦艇を用意しないと厳しいか。敵の死角を確認して突入艦を用意するとか。あれ、工場追加されてんな。ゲート前に LTD を設置するついでに潰すか。その前にステーションだろ。まあ、あとはじっくりことこと削っていきましょう。防衛ステーションの反応が消えた。辺境の果てセクターの奪還に成功した。アンティゴネ領になったぞ。俺たちの領土にしてもよかったんじゃね。こんなゼノンの隣に領土を作ってどうするよ。せやな。それよりもだ。奪還して、はい終わりってわけじゃないんだから。LTB の設置を急ぐぞ。LTB、LTB。アブシット艦隊随伴のケルベロスがレーザータワーを積んでたから、まずはこれで。LTB 敷設艦のコブラも追加でこちらに向かってる。ケルベロスはブリッジの前にフライトデッキがあるから、マーク2の設置作業をすると視界が大変なことに。最初はギミックが見えて楽しんでたと思っちゃ。数十機の設置で飽きる。数十も繰り返してたら、そら飽きるよ。レーダーに映る、LTD。地味な作業だが、ゼノン阻止には重要な作業だ。ジャンプゲートの両側に設置しておきたいが、先に敵側の偵察が必要だな。強行突入して人工衛星を配置しないといかんな。そのままゼノン造船所の攻略まで行くか？いや、やっぱりスプリットの支援が必要になってきたから。そっちも進めないと。ちなみに、工場増設ってどうなってんだ？建設が全然進まないと思ったら、ドローンが2割以下の外れだったんで。残りの建設をキャンセルして別の建設船に発注した。自前の建設船は？新工場の建設でフル稼働中。各工場の従業員増加に対応するため、新工場として食料工場を建設。あと、世界規模で武器部品不足のため、武器部品生産モジュールの増築を進めている。雇った建設船は既存ステーションのモジュール追加担当。
自前の建設船は、食料工場の建設完了後にさらなる武器部品工場の建設に取り掛かる。え、工場を追加って一つじゃなかったん？いや、まだまだ追加するぞ。大ゼノン戦力が全然足りんからな。ほん。てなわけで、辺境の果てセクターのゼノンの工場を破壊。LTD も設置して、辺境の果てセクターの保護もできたかな？すでに数機のゼノンが餌食に。アブシット艦隊はこのまま辺境の果てセクターの防衛に当たってもらう。ついにゼノンに反撃開始か。と、思うじゃん。違うのか？ LTD を設置してない中域が苦戦しててな。やはりスプリットを支援しないといかんのか。とりあえず、今回はここまで。にゃおにゃおにゃおーん。やっぱコブラ重いな。そりゃそうよ。